中でも、その方向で、今努力をしているところに注意しています。公明党の柴田さん、この衆議院通過を一刻も早くと、この点についてどうですか。ではですね、この国会はまさに財源と補正の予算と、それから関連法案を、通しているということになります。我々も基本的にはその通りになります。ただ、日程の日では国会召集は政府の権限でどのくらい審議機会必要なのかと。
気はいいなってやってるんだね、これ。営みですよ。夜の営みですよ。ねえ、この気持ちがいいなって言ってみたら。Thank you.